術との連動なんですけど、まず回旋をします。で、この時に右足の股関節の方に体重をかけて立ち上がる、座る、立ち上がる、座る、回旋し、す、右に回旋すると右の股関節に乗るんですけど、股関節に乗って立ち上がる、立ち上がる。これ10回やりましょう。これが上半身との連動です。